道の駅奥河内黒マロの里は、大阪府河内長野市にある地域活性化施設、休憩施設。2014年11月29日から順次、開業した後に、2017年4月21日付で、国土交通省から、道の駅に登録されたことを受けて、2017年5月27日に、奥河内黒マロの里から、道の駅奥河内黒マロの里へ改称された。 河内長野市内における地産地消の推進や周辺の施設と連動した観光と産業の活性化の拠点として2014年11月29日に開業。開業と同時に JA 大阪南がアスカテクルデという農産物直売所を出展したほか2015年7月2日からは敷地の一角で地産地消レストランを河内長野市からの指定管理者が営業している。 黒マロという名前は、当地域の出身とされる、高婿の原理に由来。当施設の開業を機に、高婿の原理の生涯と功績を解説した石碑や、高婿の原理をかたどったテラコッタの人形が、敷地の一角に混流された。現在では、敷地内に設置されている、郵便ポストの上に、黒マロ君のミニチュア人形も据えている。 国道1 7十号及び市導群の河川の道の駅で2017年4月21日に登録された。河内長野市を含む奥河内地,地域のサイクリングの拠点としても機能していて、道の駅への登録前から開設されている奥河内ビジターセンターで奥河内地,地域のサイクリングマップやレンタサイクルサービスを提供しているほか、大阪河内材を活用した。 サイクルラックを設置している。休館日、年末年始堂の駅を区川地区のマロの里に関するカテゴリー。ありがとうございます。